はいどうもじゅんじゅんです。ということで今月末最新デバイス紹介していきたいと思います。ということでこちらの動画は最新デバイスもしくは個人的に注目しているデバイスを紹介していく動画となっております。本当に最近デバイス発表されすぎね。なんかここ2日3日でめちゃくちゃデバイスが発表されてて 2,3 回撮り直してますこの動画。継ぎ足し、音声の質が変わるかもしれないんですけどご容赦ください。ということで早速紹介していきましょう。ということでまずは最初こちらからいきましょう。この前紹介しましたショートにも挙げたパルサーというねメーカーでセミオーダーメイドができるというお話をしました。好きなマウスの形を選んでカラーリングを変更できるっていうやつですね。これが海外の方で一旦実装されております。日本でもまあ時期に開始されると思います。まあ超簡単に実際にやっていこうかなと思うんですけど、まず最初にね4種類の中からマウスの好きな形状を選びます。まあ多分今後ねこれのラインナップもちょっとずつ変更されていくというか追加されていくんじゃないかなと。で1個まあとりあえず選んだらサイズも選べます。でスタートビルディングっていうのを押していくと、まあ自分の好きなスイッチメカニカルにしたりとか光学式にしたり、あとはエンコーダーっていうマウスを回転させるコリコリ感の調整というか選択もできます。あとはバッテリー容量を増やしたりとか、ホイールのカラーリングですね。この辺もちゃんと自分でカスタマイズして選ぶことができちゃいます。これすごいよね。ホイールのラバーまで調整できるし、もちろんマウスのボトムのカラーとメインのボディカラー。そして、左クリックと右クリックの色を変更させて、で、あとはサイドボタンを選ぶことなんかもできちゃいます。トランスペアレントブラックっていうのはちなみに、こんな感じのスケスケボディですね。あとは自分でマウスソールをガラスのものだったりとか、まあ、PTFE から選んだり、ケーブルのここの色こういうのも選べます。あとこれは 1000Hz 用のドングルですね。それからこういったテキストカラーっていうのを入れられるんですけど、まあ、自分の名前をここに当てはめるみたいなことができちゃいますね。あとは追加で 4K ドングルを購入することもできますし、というところで、まあ、合計金額およそ155ドルぐらいでセミオーダーメイドできちゃいます。まあ日本円でおよそ2万円前後っていうところですね。ホイールをですね金属製とかに変えるとまたちょっと追加料金とか取られるんですけど、まあでもかなり良心的な価格ですね。まあぜひ気になる方はね実際にこれで遊んでみてください。日本で実装されたらそのカラーリングでぜひ注文してみてください。ということでまずは V スポギアから、 VTuber 事務所 V スポから派生して作られている V スポギアさんなんですけども、新しくですねガラス製マウスパッドをパルサーと共同で開発したみたいです。ここにパルサーの名前が載ってます。まあメンバーのこういうデザインと一緒にね販売されるらしいんですけども、まあしっかりもうパルサーの最新のねマウスパッドらしくガラスの厚さが 1.5mm、 シリコンのラバーを入れてトータル 2.5mm の厚さになって登場します。めちゃくちゃ薄いですね。まあプロの人とかはちょっと持ち運び大変だと思うんですけど、まあ段差がない分手首周りとかがちょっとねこう当たる感覚少なくなったりするんで快適にはなると思います。マウスパッドの表面はコントロールよりちょっと滑りにくいマウスパッドになっていて、まあちょっと留め重視、全18種全面プリントって書いてあるんで、まあかなりいろんな種類が出るみたいです。販売時期が2024年11月初旬予定、価格が1万7000円ぐらいとなっております。ちょうどいい価格ですね。続きましてこちらも出ます、ガラスではなく布製マウスパッドですね。これはねパルサー監修とかは書いてないです。本気でゲームを楽しむための使用感デザイン性を追求しましたということで、動かしやすく止めやすいバランスタイプ、湿気に強くデザインをきれいに表現できる生地、撥水加工を施した表面、サイズはさっきと同じぐらいですね。硬さはミッドぐらい。こっちも全18種みたいです。こちらは2024年12月販売予定となっております。価格が5800円。これもまあなんかギリギリを攻めた価格ですね。なんかあの中間層の素材がシリコンゴム製なのかポリウレタン製なのか書いてないんだけど、まあ、基本的にこの2つともですね常駐販売だったり受注販売だったりするのでかなり手に入りやすいんじゃないかなとは思います。続きましてガラスパッドで VTuber といえばこちらも発表されました、リジェクトとアービタースタジオのコラボマウスパッドになります。まあ、ちょっと限定版で VTuber のディットさんとのコラボ版もありますが、ガラス製マウスパッド通常モデルも販売予定です。東京ゲームショウで展示されるらしいんで気になる方はぜひ触っていただければと思うんですが、サイズが 450×500mm、
ちょっと販売時期がずれてはいるんですけど、ディットさんのバージョンが10月12日18時から650枚限定で、通常モデルが11月から Amazon にて工場販売らしいです。まあ、ちょっとアービタースタジオとコラボするんだっていうね、なかなか見ないコラボなんですけど、まあ、アービタースタジオは最近だとアキツっていうね、カーボンファイバーマウスを出してたりとか、ラピトリキーボードを出してたりするんで、まあ、新しくマウスパッドのゾーンにも手を出すみたいですね。 TGS で触ってみてください。続いてこちらもリジェクトなんですけども、これ絶対買うわ。リジェクトギアからですね、なんとマウスソールが出ます。こちらも TGS にてご使用いただけます。ということで今回は2種類登場予定、 PTFE 製のウォルターとガラスマウスパッドによく使われる UPE 製のケプラーっていう2モデルですね。でこれ2サイズ展開されまして、 6.6 ミリと8ミリの直径2種類出ます。まあ、G プロが確かね、幅7ミリぐらいのソールしか使えないんで、 G プロユーザーの人はこっちで、個人的にはこれを買います。8ミリ直径素晴らしいですね。アーチさんももうそろそろ8ミリの直径のものを出しますが、いいね、業界全体でちょっとデカめの丸型ソールを押してくれてるのが個人的には嬉しい。でこれがね、ちょっとよくわからない、ホコリやゴミを巻き込まないアンチダストステッカー仕様っていうもので、なんか多分最近のね、この補強材入りのソールになってるんじゃないかなと思います。まあ、あとはマウスソールのエッジの部分結構丸めるのに頑張ってますってことが書いてあります。リジェクトはね、正直むっちゃ期待します。中にいる人がね、頑張ってくれてたら相当いいものに仕上がってると思います。続きまして同じくリジェクト、今回はユニバーサルグリップテープ鎧を発表しました。厚さが 0.6mm、 糊残りせず貼り直しが可能な特殊両面テープ、プロ選手のマウスの持ち方を研究し独自開発した形状、高品質な日本製素材を使用しているということです。ちょっとまあ素材感的にはエレコムのグリップテープに似てんのかなと思うんですけど、まあ最近流行りの汗にめっぽう強いタイプなんじゃないかなと思います。これも結構期待します。続きまして今カーボンファイバーの話をしたんで、こちらのマウスを紹介しましょう。 WL マウス、こちらからですね、なんとカーボンファイバーのマウスが登場します。まあ、耐久性に優れたカーボンファイバー素材で、まあ、金属製並みに頑丈、なおかつかなり軽量っていうところで、最近ねこういう素材を使ったマウスっていうのがちょこちょこなんですけど増えてきてます。まあそんな中で今回はちょっとユニークなカラーリングで、なんか光を当てるとちょっと透けるらしくてかなり期待大。こちらもなんと東京ゲームショーに展示されるらしいんで、気になる方はチェックしてみてください。軽量化の面もかなり期待できますね。TGS 行って触ってきます。続きましてちょっと面白いデスクが出ました。バウヒュッテからですね、電動昇降デスクが出たわけなんですけど、デスクの高さが136センチまで上げられます。通常だいたいね、どこのメーカーも120センチぐらいまでしか上げられないんですけど、こいつはめちゃくちゃ高いんですね。だから高身長の人も使いやすいし、下に下ろすのも59センチまで下げられるんで、相当この上下の幅が広いです。マジで他のメーカーではね、全然見たことがないぐらい昇降幅が広いです。まあ、もちろん座りも立ち姿勢もいけますっていうところで、自分もね電動昇降のデスク使っておりますが、自分のこうね最適な高さ、エイムしやすい、体に負担が少ない高さにできるんで、昇降デスクはね、在宅ワーカーの人とか特に個人的にはおすすめしたいアイテムですね。高いけど、まあ一応価格がですね、94,586円と、おお高い。まあ一応足だけだと73,000円ぐらいですね。それでもまあ高いんですが、まあちょっとやっぱ身長が高い人で昇降デスクを探してるよって方はぜひチェックしてみてください。続きまして、ポーネージからですね、カーボンファイバー製のマウスが出ます。以前ですね、ストームブレイカーっていうマウスが出ていて、それはねアルミニウム合金製だったんですけど、この新しい MAX っていうシリーズに関してはカーボンファイバー版で出ます。以前のストームブレイカーよりもちょっとサイズが大きくて、まあ、今回 5% 大きくなって、センサーは最新のものに変わり、そして素材がカーボンファイバーに変わりました。重量はなんと 43g。 こういうね左右非対称のモデルって結構軽量化がやっぱ非対称なんでしにくいんですけど、それでもねやっぱこの素材のおかげで以前よりも穴塞がったのに軽量化されてます。以前はここにこのサイドの部分にもめちゃくちゃ肉抜きがありました。あ、こんな感じでめちゃくちゃあったんですけど、それが今回なくなったみたいですね。かなり持ちやすく滑りにくくなってます。
まあ、このセンサーの位置を上下ちょっと調整ができるっていうのはちゃんと健在で、フロントセンサーとかね、前側にセンサーを寄せるってこともできちゃいます。あとはスイッチが光学式のものに変わったりとか、バッテリー寿命もめちゃくちゃ伸びました。以前ですね、バッテリー寿命がゲームプレイだと60時間だったんですけど、今回倍の120時間に変わりました。まあこれのマックスじゃないバージョン、あのちっちゃいバージョンもね、新しくしてくれって感じではあるんですけど、意外とね、価格がそんなに高くなくて、140ドルなんで2万円越さないんですよね。まあ日本だと送料込みで2万円いくと思うんですけど、そんなにこうファイナルマウスとかと比べると高くないんで、気になる方はチェックしてみてください。ちなみにポーネージはガラス製マウスパッドも出す予定になってまして、ウルトラグライドグラスマウスパッドっていう名前らしいです。サイズが2種類あって、なんと 500×500 も出ます。しかも価格100ドルぐらいなんで、15,000円プラス送料って感じになるかなと思います。結構静音性重視なのかな、ほぼ無音の表面って書いてあるんで、シャカ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 うるさいの嫌っていう方はですね、ぜひチェックしてみてください。続きまして、東京ゲームショウで触れますエイムワンというメーカーから発表されました。今月最初にね、動画で紹介したかなと思うんですけど、かなりケツ高なんで、パルサーの X2H とか ZA とか、まあその辺のマウスが好きだよって方はチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。エイムワンのね、マウス名前がシグレっていうものになってまして、発送予定日が年末から1月に発送予定らしいです。価格が1万5000円なのって、まあ最近のマウスのミドル価格帯ぐらいですね。全長 122mm、 重量 45g、 ポーリングレートは最大 8000Hz、 センサーはまあ3395っていうことで 26000dpi まで出ます。まあセンサーがね、ちょっと引っかかる人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあやっぱ重要なのはもう最近形状だからね、正直な話触ってみないとわからないところではあります。気になる方は要チェック。あとはガラス製マウスパッドも登場予定らしいので、どんどんガラスが増えてきます。ロゴがねかなりシンプルなんで、ここにロゴがあったとしても全然目立たないですよね。続きまして AIM-1 ですね。ラピトリのキーボードもなんと出るらしいです。まあこれも TGS で触れるらしいです。続きまして、シャレたキーボードを出すでおなじみハイグラウンドなんですけども、まあ、今まではこうワンピースとコラボしたりとか、遊戯王とコラボしたりとか、まあそういうのはあったんですけど、最近ゲーミングマウスを発表しました。まあ多分フモフの店とかで取り扱われるんじゃないかなと思いますが、やっぱ今回もデザインが素晴らしいです。まあ正直ちょっとね、スペックはそこそこで、まあ、重量はまず 49g、 バッテリー寿命は70時間、まあまあまあ、センサーは26000dpi まで出るセンサーとなってます。まあまあまあ、でポーリングレートは 4000Hz まで、まあまあまあ、価格が130ドルなのって、まあ、1万円後半というところらへんですかね。まあまあまあ、なマウスですね。まあ最新スペックではないです。まあこの見た目、スペックを求めない方はね、ぜひぜひチェックしてみてもいいのかなと思います。いいよね、でもこのなんか二次元感漂うカラーリングね、自分は好きです。続きまして、ちょっと前に紹介しました G-Pro X Super Lite の2のエルゴ版が出ます。名前が DEX ということでね、まあ、ちょっと詳しい話はね、以前の動画見てもらえればと思うんですけど、まあちゃんとねスペック今回最新のものにしてきていて、センサーも最新、ポーリングレートも 8000Hz 出るし、まあ、重量は 60g と、まあそこそこ軽量、まあ、品質もやっぱなかなか良さそうですし、まあ、バッテリー寿命も長いというところでですね、ちょっと前の X2 とは違って最新性能を追い求めてくれています。もう文句はないです。正直すげえ最新の機能みたいなのはないですけども、ちゃんと今の最新スペックっていうのを出してきてくれてるので、個人的にはかなり押しやすいですね。カラーリングも3色展開です。まあ、価格は通常の G-Pro X Super Lite 2と一緒なので2万円半ばってとこなんですけども、個人的に普通に欲しいなって思ってますね。家電量販店でも触れると思うので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。あとは G-Pro X のラピートリ、テンキーレスのラピートトリガーのキーボード、ちょっとね性能とかは詳しくは載ってないんですけど、 0.1 ミリ単位での調整ができて、磁気式のキーボードですよっていうねところで、まあ、ようやくこうロジクールが重い腰を上げて、
ラピトリキーボードを作成しました。まあ、価格もねそんなに高くなくて3万円超えないんで、ぜひロジのラピトリ気になっているって方はチェックしてみてください。まあ、他にも初代 G プロの2が出ます。まあ、初代 G プロといえば両サイドにボタンが付けられるっていうようなマウスで、結構使っていた人も多いんじゃないかなと思いますが、重量は変わらず 80g で、ポーリングレートも 1000Hz までしか出ないんですけども、まあ、センサーはヒーロー2センサーっていう 32000dpi まで調整ができて、スイッチもチャタリングを起こさない光学式のものに変更されております。まあ、あとはやっぱ最近もう消えかけているここのライティングがあるっていうところですね。一部こういう光ものはですね好きな方はいるんじゃないかなと。まあ、ロジクールはね本当になんか最近人が変わったように最新デバイスみたいなのを出してくれてるのって、だいぶこう需要と供給に沿ったデバイスが今後も出るんじゃないかなと期待します。続きまして日本のメーカーゼンエイム、まあ軽ラピッドトリガーを発表してね今もなお売れ続けておりますが、なんとですね今回東京ゲームショウでこのキーボードが発表される予定となってます。今までテンキーレスを出してたと思うんですけど、なんとこちらのキーボードはエンターより右側がないです。そう 60% サイズのラピトリ、まあ、全エイムを出すんじゃないかなというところで、これは期待大ですね。続きましてこれも東京ゲームショウで触れます。ワイゾールという、ね、メーカーから発表されましたクラウド XS です。もともとクラウドっていうマウスがあったんですけど、それのちっちゃい版になります。なんとここがねフクロウの形になっていて、重量もめっちゃ軽いらしいですね。クラウドっていうマウスはもともとスティールシリーズの先生っていうマウスがあって、それから派生したというか、まあ、模して作ったマウスになってます。まあ、それのミニ版っていうところで、今までちょっとでかかったんですけど、それがね XS になることによってだいぶ扱いやすくなるんじゃないかなと思います。全長ちっちゃいけど横幅は結構太めっていうね、パルサーの X2 シリーズとか好きな方はもしかしたらハマる可能性はあります。まあ、これも東京ゲームショウで触れるらしいです。続きましてワイゾールから発生しまして、ワイゾールとキブのコラボマウスソール、以前からね何回か紹介してるんですけども、ここから新しく静音性重視のマウスソールがですね登場予定となってます。160個入り850円っていうところで、むっちゃ安いソールですね。ちょっとだけ 100%PTFE よりも滑りは微妙に落ちるけども、少し耐久度が上がるっていうソールですね。まあ、この白も和紙もめちゃくちゃコスパ高いんで、ガラス製マウスパッドとか使ってる方はですねぜひぜひチェックしてみてください。まあ、ガラスって滑走音うるさいものが多いんで、それと組み合わせるのはなかなかいいかも。続きまして磁気キーボード終了のお知らせということで、今後はどうやら誘導スイッチっていうものが流行っていく可能性が高いです。まあ、このエヴァンゲリオンみたいなカラーリングのスイッチがね発表されたわけなんですけど、その他にもこんな黄色いスイッチとかが発表されていたりします。まあ、これ何なのかっていうと、自分もそこまですごい詳しい話は分かんないんですけど、今までは磁石の磁気を使っていたと思うんですけど、なんかこれは磁場を使用してなんかスイッチの位置を特定するらしいです。今までの磁気スイッチって温度、湿度、あとは周りにスマホがあるかどうかとかでも磁力っていうのが若干変わっちゃってたんですよね。結構外部的な要因で磁力が変わりやすかったんですけど、この磁場を使ったスイッチに関してはそういったね外部的要因のなんかこうノイズが入りにくいらしく、まあ、より安定して動作ができるらしいです。まあ、なんか磁場って聞くとねリニアモーターカーとかなんかそっちを想像するんですけど、自分は、まあ、このね今までマウスとかを出してきていたラポっていうメーカーが今回結構共同で開発してるらしいです。まあ、結構ね磁気系ラピッドトリガーって冬とかになると結構ねこの勝手にキーが押されちゃったりっていうのがあったりするんで、それがなくなるっていうのは個人的に非常に嬉しいポイントですね。もうすでにこれを搭載したキーボードっていうのが海外っていうか、まあ中国では発表されてたりもするので、もしかしたらねなんか年内日本に入ってくる可能性はワンチャンありますよね。まあ価格がどれくらいになるかは分かりませんが、まあ今後ですね磁気キーボードはもしかしたらもう古い技術になる可能性が出てきております。マジで時代の流れは早いですね。一応海外だともうこれを搭載したワイヤレスのキーボードとか出てきてるらしく、なんか300時間ぐらい1回の充電で持つらしいですよ。
まあ、一応今後誘導スイッチもしくは誘導軸って呼ばれているものが流行っていくのかなと思います。気になる方は要チェック。続きましてエイリアンウェアからですね、新しくモニターが出ました。こちらはですね 4K180Hz とフル HD360Hz を切り替えられるですねゲーミングモニターになってます。モニター自体は IPS パネルで価格がおおよそ9万円、まあ、FPS もできるし、まあ、モンハンのために 4K に変えるみたいなその切り替えができるんでいろんなゲームを遊びますよっていう人には結構ありがたい仕様ですよね。あとまあエリアンウェアなんで価格がそこそこ安いですよね。これだけの機能入ってるのに HDMI も 2.1 に対応して応答速度も G2G で1ミリセカンドぐらいですね。最近はこのデュアル解像度ってやっぱちょっとずつ流行ってますよね。まあぜひ気になる方は要チェック。続きましてソニーの最新モニターインゾーンの M10S というモニターになります。これ今後 APEX の大会で標準使用されるらしくてですね、まあ、認定モデルみたいな感じになっております。今回はフナティック監修ということで、最近ソニーはねずっとフナティックとズブズブの関係って感じですね。まあ、今回は 480Hz 出ますよっていうところでヌルヌルな映像表現になっております。まあ、あとは QHD なのでかなりねこう輪郭とかがパキッとします。まあ、敵の輪郭さらに見えやすくなるよっていうのと、あとはやっぱ OLED パネルなんで色味がいいですよっていうのと、あと OLED モニターなんで暗い部分と明るい部分のこの明暗差っていうのがはっきり出るんで立体感がすごい出やすいですね。そして今回は27インチのモデルなんですけども、最近ね増えてきております24インチモードみたいなことができます。こんな感じで FPS をやるときはちょっと 24.5 インチに幅を縮めるみたいなことができるんですよね。価格こちら174,900円というところで、まあ、480Hz 出るモニターなので、しかも OLED で、まあ高いのは当たり前ですね正直。まあ今後の APEX の大会で使用されるので気になる方はチェックしてみてください。続きましてインゾーの M9-2 というモニターになります。今まで M9 っていうのが出てたんですけど、今回はもうバージョン2ですね。 4K 解像度で27インチ 160Hz のモニターになります。こちらのモニター IPS なんですけど、直下型 LED っていうのを採用してて、通常のモニターってこの側面とかからライトを照らして画面を映し出してるんですけど、こいつはねこの画面の真下からいくつかの LED を使って点灯させるのって、まあ、よりちょっとこう明るくなおかつ色味が綺麗に見えたりします。まあ、最大輝度752度と OLED にはかなわないけどもそこそこ明るいし IPS パネルなのって色味もなかなか綺麗です。まあ、シンプルにこれはねインゾーンから出てるいいスペックの 4K モニターだと思ってください。お値段税込み132,000円というところで 4K モニターの中でもちょっとやっぱ高級ですね。まあ通常の IPS よりもいい仕様なので、この直下型 LED 好きだよっていう方はねチェックしてみてください。両方とも25日発売となっております。続きまして ROG がですねモニターを6種類ほど発表しました。まずは最初にこちら27インチの OLED パネルモニター 240Hz、 応答速度は 0.03ms。 今までこういうねスペックのモニターあったと思うんですけど、今回はグロッシー仕様、ちょっとこう表面が反射する仕様になっております。なおかつ白色有機 EL っていうのが使われてるんで、今までよりもちょっと明るく文字とかがより鮮明にクリアに見える表面というか、まあ、仕様に変更されました。まあ、本当に今までの 240Hz OLED モニターっていうのをある程度こう改良しましたよっていうモデルです。まあ、そんなにね 240Hz なんでスペックがこう最近のさっきのソニーと比べるとうんと高いわけじゃないけども、価格そこそこだけど色味とかあと残像感がかなり少ないというモデルになっております。ちょっと今までのね OLED モニターってちょっとこう文字の周りがこんな感じで赤くぼやけるみたいなものがあったんですよね。初期の 240Hz OLED ってこれが結構頻繁に起きてたらしいんですが、今回のモデルではだいぶ少なくなっております。まあ、あとは OLED モニターなので焼き付き防止機能みたいなのも今回結構増えました。それからこちらのモニターも 24.5 インチモードが搭載されております。まあ、あとはなんかスマホが立てかけられますよみたいな台座になってるらしいです。まあ多分12万以下とか10万円
ちょいとかで出ると思うので、気になる方はチェックしてみてください。続きまして、先ほど、ソニーからね 480Hz のモニターを紹介したと思うんですけども、こちらが ROG 製の 480Hz のモニターになります。同じくですね QHD の仕様ですね。まあ、パネル自体はほぼほぼ一緒で、中の構造とかなんか仕様をですね各社いじってるって感じになっております。まあ、価格も言うてそんな変わんないと思うんですけど、まあ16万とかソニーよりはちょっと安いんじゃないかな。まあスペックは同じく 0.03ms、 文字がより鮮明になって動きがさらにクリアになっております。まあ、あとはさっきのソニーとは違ってオーレットの焼き付き防止機能みたいなのが結構いっぱい入ってます。まあこれもおそらく16から18万の間で買えると思うので、 480Hz の OLED モニター欲しかったなって方はチェックしてみてください。これももちろんね 24.5 インチモードがあります。続きまして、こちらは 24.5 インチ 310Hz の IPS パネルになります。そこそこ高いけどもOLEDほどいかつくないよっていうところで買いやすいんじゃないかなと思います。まあ結構最近絶滅しかけてましたからね 24.5インチ、逆に嬉しい人は嬉しい仕様なのかもしれないです。まあちょっとOLEDの焼き付きだるいなーっていう方はね、こっちでもありなんじゃないかなと思います。OLEDのモニターはね、ゲーム体験底上げしてくれるんだけど、買取とかの価格が結構落ちやすいらしいんですよね。なのでまだね、こういう有機EL じゃない液晶モニター、液晶パネルっていうものも結構価値はあるらしいです。続きまして、同じく ROG ストリックスの、こちらはデュアル解像度モニターになります。 IPS パネルにはなるんですけども、 4K160Hz とフル HD320Hz を切り替えられるモニターになります。しかもホワイトカラーっていうところで、まあ、白モニターをね欲していた方なんかはめちゃくちゃ刺さるんじゃないかなと思います。ハイエンドモニターはほぼ必須になってきております。解像度切り替え機能、今日モンハンが発表されましたが、モンハンをやるとき、 FPS をやるときで解像度の切り替えができます。あとは IPS モニターなんですけど、結構この辺の色味の数値っていうのはわりかし高めですね。まあ、白モニターってなかなか出ないので、 OLED じゃなくていいやっていう人はね、これ結構選択肢の一つに入れてもいいのかなと思います。続きまして、こちらは OLED パネル、32インチのデュアル解像度 OLED モニターになります。フル HD480Hz と 4K240Hz を切り替えれるモニターですね。まあ、これは CES で発表されたモニターなので、前にちょろっと紹介してはいるんですが、まあ普通に画面がでかくて解像度を切り替えられる綺麗なモニターと思ってもらって大丈夫です。なんかでももう最近似たようなモニターが多いんでね、あんまり説明することがなくなってはいるんですけども、まあこっちのモニターも結構明るいですよとか、文字が読み取りやすいですっていうのもありますし、もちろんアスペクト比の切り替えとしてですね、 24.5 インチも使えるし、27インチもいけるし、 31.5 インチもいけますと。これは結構便利ですね。レースゲー、モンハン、FPS とか、なんかいっぱい切り替えられそう。まあ、あとは、まあ一般的なやつですね。もうこれしか言えなくなってきますね。まああとはこの辺ね、どう評価するかわかりませんが、敵を照準に捉えるとズームされるっていう、モバマップヘルパーとかもありますけども、まあこの辺の AI はね、正直怖いんで触れません。燃えそうで。まあこちらはまあ20万円近くするんじゃないかなとは思うんですけども、まあぜひ、デカモニターで比率を切り替えられるものが欲しいっていう方はチェックしてみてください。続きまして、さっき磁気系キーボードはちょっと時代遅れになりつつあるみたいな話をしましたが、まだ大丈夫、まだ現役っていうところで、こちらはルミンキーっていうメーカーのキーボードになります。価格が 19,800 円となかなか安いのにもかかわらず、これフルアルミのケースになっていて金属製なんですよね。金属製で 8000Hz って言って、まあもちろんラピトリあるし、キーキャップもねなかなか良さげでもって、デュアル MCU っていうですね、ちょっとこう中のチップが2枚入ることによって、より応答速度が高速になったりとか、 RGB を結構ギラギラ出しても性能が変化しづらいっていうキーボード、ラピトリキーボードになってます。これはコスパ枠としてはだいぶ優秀ですよね。まあ、65% サイズ2万円以下追い求めていたって方はチェックしてみてください。
続きましてこちらもラピートリー。以前ね、ヘムっていうメーカーの HM66 っていうねキーボードを紹介したかなと思うんですけども、それの、天気レスバージョン 80% バージョンになります。まあ、ヘムのこの HM66 とかですね、もう今ラピトリーキーボードの中だとほぼ最速級、もうほんとトップを走ってるメーカーなんですけど、それの天気レスバージョンですね。なんか今回はここにオーレットパネルを搭載してるみたいです。あとはスイッチなんかですね、最近発表されたばかりのこのジェイドプロスイッチっていうのが入ってて、打鍵音がいいかつラピトリーの精度もいいっていうところで最近ぼちぼち取り入れられつつあるスイッチですね。ちょっとこの色味がレトロ調なねところもなかなかいいのかなと思います。まあぜひこういうね GIF とか流したい方は HM80 チェックしてみてください。続きまして、まあ、ちょっとニュースなんですけど、今までねこうアーチさんのスポンジの部分ポロンって呼ばれてたと思うんですよね。あれの名前が変わります。今までポロンだったんですけど、今度からスリムフレックスっていう名前に変わるらしいです。まあ、今度からこうレビューの時にこのマウスパッドの素材にはスリムフレックスが使用されていてっていう風に変わっていくかもしれないですね。まあ、一応今後ポロンが変わるっていうのは要注意かなと思います。続きまして、最近登場しましたこちらのマウス、価格が9800円となかなかにね高コスパなんですけど、まあ、性能もですね最新のセンサー 8000Hz 出て、重量も 36g、シャタリングを起こさないスイッチが搭載されてますっていうところで、めちゃくちゃコスパがいいと、近々レビュー予定です。でもって今後、これのね、さっきは V8 だったんですけど、こいつは V6 バージョンが出ます。こちら形状が G ウルフズの HTS プラスっていう、このちょっと小さいのに山はちょっと大きめみたいな、この形状に似てるらしく、しかも多分さっきと同様に価格は安めっていうところでちょっと注目が集まってますね。まあこれのクローン形状みたいのが出てくれるのだとしたら、欲しがる人はかなり多いんじゃないかなと思います。このメーカーであれば日本の代理店がちゃんとねもうできてるんで、かなりね日本に入ってくる確率は高いですね。続きましてラビットで言うと、こちらも展示されるみたいです。近未来型のキーボードが東京ゲームショウに登場するということで、なんかこれグラフィックボード付き、なおかつスピーカーも付いてるらしいんで、キーボードから音が鳴るのかな。いやすごいよねこれ。まあファイナルワースからもね似たようなセンターピースっていうものが発表されてて延期になってたと思うんですけど、まあ似たようなものが出てきたってことは、多分ねもうそろそろファイナルワースの方もこんな感じのやつセンターピース出るんじゃないかなと思います。まあちょっと面白い仕様のキーボードなんで、これも TGS 行く方はチェックしてみてください。続きまして、こちらもなんと TGS に合わせてみたいな感じで登場しました APEX PRO の第3世代のキーボードが登場しました。オムニポイント 3.0 っていうスイッチを搭載します。まあ、パッと見の見た目はそんなになんか変更はなさそう。デザイン的に初代に戻った感じしますよね。もちろんラピッドトリガーはありまして 0.1 ミリからの調整となっております。あとスティールシリーズとかはゲームと紐付けるとゲームを起動した時にその設定に変更されるみたいなのがあったりするんで、結構ねこの SS スティールシリーズはソフトウェア周りがめっちゃ優秀なんですよね。昔のエペプロにも搭載されたらしいんですけど、まあ、今話題のスナップタップ、ラッピースナッピーみたいなモードも追加されました。まあ、あとはエペプロならではのこのオーレットモニターがあったりとか、内部の構造だったりキーキャップも結構ちゃんとしてますよっていうのが売りみたいです。まあ順当な進化を行ってるといった感じですね。一応まあマグネティックスイッチって書いてあるのってさっきの誘導軸とはまたちょっと違うのかなと思うんですが、まあでも新しく再設計されたホール効果スイッチは作動が20倍、応答時間が11倍早くって書いてあるんで、まあ今までの APEX PRO よりかはめちゃくちゃ進化してるらしいです。まあ価格がですね、パンチの効いた価格でして、お値段 3万5000円ぐらいと。オーレットパネルがついてるんでその分の価格もあると思えば、まあそういうとこ考えるとそんなに高くはないのかなと思います。エペプロ気になる方はチェックしてみてください。ということで以上、今月末も最新デバイス紹介させていただきました。まあとんでもない量があるので結構長い動画になっちゃったかなと思うんですが、ぜひ東京ゲームショウ行く方はですね、いろんなデバイス触ってみてください。まあまだねラピトリ
磁気式ラピトリっていうのも全然来年中も健在だとは思うんですけど、まあオタクの間では年末から来年にかけて誘導軸っていうのが流行っていくのかなと思います。ぜひ気になるアイテムがあれば URL 載っけておくのでチェックしてみてください。ということで今日も動画見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、 X のフォローよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。